鳥居大酒神社は、京都府京都市右京区渦正八岡町にある神社。式内社で、旧社格は孫社。祭神は次の五柱。演技式神明町での祭神の記載は一座。道長では、大酒神社元名大平神とあることから、元の神名は、大平神であったことが知られる。大主神について、広高寺の演技である、広高寺来行き成立では、 旗たの始皇帝の祖神とし、日本に捕来した高万王が誕生したとする。伝承自体の真偽は明らかでないが、伝承に見えるように古くから、うずまさ体を開発した旗氏の氏神であったと推測され、師書に見える旗たし皇と大主神を関連づける説もある。一方近世の、幼州不子では祭人を、もののべモリアとし、一説に、旗川勝とする。また、 都名イシでは祭人を、アマテラス大臣、八幡神、天馬天神とし、別説に、真の始皇帝とする説や、旗川勝とする説を載せる。これらとは別に近年の研究では、元の神明の大器から、最悪を避ける、いわゆる道祖神とする説が挙げられている。この説では、空撃講習、広高寺演技において身体が、石と記されることと、 一般に、石神の多くが、猿田彦人とされることとが関連づけて指摘される。一方、お穂酒を大列の意図し、土木技術によって大地、川尾崎開拓を行った果たしを称える神格とする、説もある。このように古代の祭神の神格は不詳ながら、明治16年の神社名祭帳では、上記五柱が祭神として記され、現在に継承されている。 広隆寺総研に関して、広隆寺来雷行きでは、中愛天皇の時にトライした、高万王が、旗始め港の祖神を誕生したことに始まるとする。現在は、広隆寺の東隣に少子として鎮座するが、明治の神仏分離以前には、広隆寺の京急院内に鎮座する、ガラン神であった。国史では、歌小2年に、山城国クズノ軍の大壁神が、 霊言のある社であるとして、十五一下の深海に寄せられた旨が記されている。延長五年成立の演技式神明帳では、山城国くの群に、大酒神社小元明大壁神として、式内社に列するとともにもともとは、大壁神の神明である旨が記載されている。広高寺来行きでは、大酒大明神の深海が順次少女され、 自略4年には小一くらいの極位に達した旨が記されている。また同期では縁起年間に広高寺に勘定された珍珠三38書の一書として大酒聖一位と見える。南北朝時代の空下飛行集以降、文献では広高寺京急院の珍珠者として見え、広高寺と共に推移した。明治維新後、神仏分離によって現在地に移転し、 近代社学制度では孫社に列した。式内社調査報告では次の4社が経済社として記載されている。当名所杖、渦政牛祭り杖大酒神社の祭礼としては10月12日夜に行われる牛祭りが知られる。長は年間に原神が念仏守護神として朝たら神を誕生したのに始まると伝え、神仏集合期は 広高寺の僧侶によって採用された。江戸時代の祭りの様子は、都名書図絵にも描かれている。祭りでは、異形の面をつけた朝たら新薬の者が牛に乗り、四天楼行列を従えて、広高寺境内を練り歩き、最後に薬師堂前で祭文を読み上げる。この牛祭りは、京都の三大奇祭の一つに数えられ、京都市登録無形民族文化財に登録されている。 注釈原点出店、ありがとうございます。